ジョーン・リッシュの失踪とは1961年にアメリカ合衆国マサチューセッツ州で発生した31歳の女性、ジョーン・リッシュの行方不明事件である。自殺、事故、失踪、殺人事件の自作自演など様々な説が唱えられたが未解決のままである。1961年10月24日の午後、マサチューセッツ州林館の住宅に警察が到着し、 家から外の敷地のところまで血が流れているという近隣からの通報に対する捜査が行われた。この家に住む少女が遊びから帰ってきたのに、少女の母親であるジョーン・キャロリン・リッシュ、ジョーン・キャロリン・リッシュ、1930年5月12日生の姿が見当たらないことにも、この通報を行った近所の住人は気がついていた。この日以降に、 あてもなくさ迷うように近隣の道路を歩くリッシュとおぼしき姿の目撃例も複数寄せられた。警察が宅内を捜索すると、まだ2歳のリッシュの息子は部屋にいて無事であることが分かったが、キッチンからは彼女と同じ血液型の血痕が見つかった。その他の物証と合わせて、警察ははじめリッシュが誘拐されたものと考えた。しかしその後、リッシュは図書館から、 殺人や失踪に関する本を何冊も借りており、その中にはこの事件と似たシチュエーションを扱った本もあることが分かった。そのためこの失踪は彼女の自作自演であり、おそらくはつまらない家庭生活から逃れたかったのではないかという推理も生まれた。こうした計画を立てる動機となるような彼女の辛い過去についても後から証拠が見つかった。その他に、 マサチューセッツ修道128号の建設地のそばで事故にあったのではないかという説も唱えられた。ジョーン・キャロリン・バードは1930年にニューヨークのブルックリンで生まれた。9歳の時には家族でニュージャージー州に引っ越したが、両親は後に不審人された家事が元で亡くなった。また後に報じられたところでは、 彼女は子供の頃に性的虐待を受けていたことを知人に明かしていた。火事の後、ジョーンは自分を養子に取ってくれた親戚の下で生活するようになった。生はその養子から取ってナトラスと名乗り、この名で社会保障番号も取得した。1952年にはペンシルベニア州チェンバーズバーグのウィルソンカレッジで英文学の学位を取った。ジョーンは卒業後の仕事として、 出版社を選んだ。一回の秘書として、キャリアをスタートして、後に秘書家を監督する仕事につき、さらには、ハーコートブレースワールド社、後に、トマス・ワイクロウェル社で、編集助手となった。1956年には、友人の一人であり、エリート会社員でもあったマーティン・リッシュと結婚したため、仕事を退職して育児に専念した。コネチカット州、 リジフィールドに住むようになり、1958年には長女のリリアンが、翌59年には長男のデイビッドが生まれた。その後1961年4月にマサチューセッツ州リンカーンに引っ越し、特に苦労もなく地域コミュニティに溶け込んだ。ジョーンは婦人有権者同盟活動に熱心になり、マーティンもフィッチバーグの製紙会社での仕事に邁進して、キャリアを追求した。 ジョーンは子供が大きくなったら教師になりたいと語っていた。1961年10月24日の朝、マーティン・リッシュは早くから家を出てニューヨーク行きの8時の飛行機に乗るため車でローガン空港へ向かった。これは前々から予定にあった出張でマンハッタンで一泊することになっていた。彼が家を出発してすぐにジョーンは子供たちを起こして 朝食を食べさせた。それから、息子のデイビッドを、道路の向かいに住んでいるバーバラ・ベーカーに預け、予約しているベッドホードの司会員に、娘のリリアンと一緒に車で出かけた。この司会は、モートンという大学の友人に紹介されたところだった。通院の予定を済ませると、ジョーンは、娘と近くのデパートでちょっとした買い物をした。支払いは現金であった。 出かけている間に、オールドベッドフォードロードにある自宅には、牛乳と郵便が配達されていた。どちらのドライバーも、後の事情聴取では、家に、いつもと変わったところはなかったと答えている。母子が、ベーカーのところからデイビッドを引き取って、家に帰ると、だいたい11時15分頃であった。それから間もなく、クリーニング業者が訪問してきて、マーティンのスーツを何着か預かっていった。 この業者は宅内に入っているが、やはりジョーンにも家にも普段と違ったところはなかったと、改装している。業者が帰った後で、ジョーンは歯医者や買い物に行くためのよそ行きの服から、水色の部屋着と白のスニーカーに着替えた。子供のために昼食を作ってから、昼寝のために、デイビッドを部屋に連れて行った。デイビッドは、この時間に寝ると、いつも2時頃まで目を覚まさなかった。 午後1時に、バーバラ・ベーカーがリリアンと遊ばせるために、自分の息子のダグラスを連れて、家に来た。ベーカーたちの目の前で、ジョーンは草刈りをしたり、いつも使っている大ぶりのハサミをしまうために、ガレージに戻ったりと家を出入りしていた。2時になる少し前に、ジョーンは再びベーカーに、子供たちを預けて、家を出た。彼女は子供たちにまた戻ってくるからと話していた。リリアンは、 後から警察に、この時間、近所では誰一人見かけなかったと答えている。ディリアンとダグラスは、ベーカーの家のスイングセット、ブランコのような遊具で遊んでいたため、リッシュ家の方を見守る余裕などなかった。2時15分頃、ベーカーはほんの少しだけジョーンの姿を見ている。ベーカーには、彼女が服の上からトレンチコートを羽織っているように見えたが、 彼女は敷地をせわしなく動きながら両腕に抱えた赤い何かを車からガレージへと運んでいた。この時の彼女はベーカーの目にはどちらかの子供を追いかけているように映った。これがジョーン・リッシュに関する確認が取れた最後の目撃談である。一時間後、隣の家の娘であるバージニア・キーンが学校から帰ってきたが、この子はスクールバスから降りて、 家のそばまで来た時に見知らぬ車が止まっていたことを覚えている。この車はおそらくゼネラルモータースの車種で汚れがひどく青ともう一色のツートーンであったという。さらに5分後、近くに住む別の住民の証言によれば自動車でオールドベッドフォードを通過していた時、キーに家かリッシュ家の敷地から車がバックで出てきたため一時停止してそれを待ったという。 しかし、バージニアもその母親も、この時敷地には、車は止まっていなかったと語っている。ベーカーは、子供と買い物に出かけたかったので、3時40分には、リリアンを家に帰らせた。ジョーンがまだ家にいるものと思い、そのままベーカーは外出した。彼女が帰宅したのは4時15分だったが、この時リリアンが、ベーカーの家に戻ってきていった。お母さんが出て行っちゃって、 キッチンが赤いペンキまみれなのとリリアンは言った。弟のデイビッドはおむつを変えて欲しくてベビーベッドで泣き声を上げていた。バーバラはリッシュの家に行き、リリアンの言うことを自分の目で確かめてから警察を呼んだ。時計は4時33分を指していた。通報から5分と経たずにリンカーン警察署のマイク・マクヒュー警部がリッシュ家の前に到着した。 マクヒューは、バーバラ・ベーカーと簡単に話をしてから、家の中に入った。キッチンに入ると、壁と床には、血痕があり、テーブルはひっくり返され、壁掛けの電話の受話器は、線が引きちぎられて、ゴミ箱に捨てられていた。ゴミ箱は、普段のシンクのところから部屋の中央に動かされていた。マクヒューは、ジョーン・リッシュが自殺を図ったものと考え、家の中を捜索して、 彼女の遺体を見つけようとした。しかし遺体が見つからなかったので、周辺の署にあたっても応援を頼む必要がある事件であると考えるに至った。彼は自分を送り出した署の同僚に電話をかけると、共に署長の例をあるじオに報告した方がいいと伝えた。マクヒューの間では、これは署を挙げて取り組む必要のある事件であった。警察から地元の病院に連絡が回り、 ジョーン・リッシュの人相に合致する女性がこれから来院したり、あるいはもう来院しているのであれば知らせるようにとの要請が行われた。ベーカーはマーティン・リッシュの会社に電話をかけ、彼の現在地を問い合わせた。その結果、出張でニューヨークにいることが判明したため、家族に緊急事態があったことがマサチューセッツ州警察から伝えられた。マーティンは予定を変更して、 一番出発時間の早いボストン行きの飛行機に乗った。その後の警察の捜査により、家の中からは複数の手がかりが見つかった。この日はリッシュ家に4通の郵便物が届いており、外に置いてある郵便受けにそのままになっていた。キッチンからは緊急連絡先をメモしたページが開いている電話帳が見つかったが、電話をかけた形跡はなかった。ゴミ箱からは、 空の酒瓶一本とビールの空き缶数本が見つかった。マーティンは前者については前の晩に夫婦二人で飲んだものだと話したがビールの空き缶についてはなぜそこにあるのか説明できなかった。ジョーン・リッシュが朝歯医者に行った時に着ていたトレンチコートが家にあったがこれより薄手のコートを彼女が着て行った可能性はあった。家には彼女のハンドバッグも残されていた。捜査官は 前の晩に彼女が小切手を監禁していることを根拠に買い物の後で彼女の手元には現金で10ドル、現代の80ドル程度以下しか残っていなかったと結論した。警察による近隣住民からの事情聴取の結果、バーバラ・ベーカーが最後にジョンを見かけて以降の時間帯に彼女を目撃したものと思われる複数の有力な証言が得られた。 事件の日の午後2時45分、ジョーンが最後に目撃された時と似たような格好をした女性が、ハンカチーフを頭からかぶって顎のところで結び、オールドベッドフォードのジャンクションの東を走る、修道に a 号線の北側を、コンコードの街のある方角に歩いていた。この女性はあてもなくさまよっている様子で、寒さを我慢しているのか、背中を丸め、服装には取り乱したようなところもあった。 同じような服装をした女性が、足から血を流しながら、ウォルサムを走る、修道128号線の中央分離帯の北を、歩いている姿も目撃されている。時間帯は午後3時15分から3時30分までで、ちょうど、ウィンターストリートの北に当たる場所であった。この女性もまたはっきりとした、目的地がないように思われ、また、胃のあたりで何かを抱えていた。 その他にも午後4時30分頃にトラペロロードそばの修道128号線を南に歩いている女性の目撃例があった。警察はバージニアキーインがリッシュ家の敷地で見たという車についても証言を集めた。いつも牛乳を配達しているドライバーによれば5日前の朝に配達をした時にその車を見たという。近所の住人からも午後4時15分に オールドベッドフォード近くの修道に英語線と交差するサニーサイドレーンに駐車している青いツートーンの車を見たという証言があった。住人によればこの車から男が出てきて近くの木の枝を折って自分の車に持って行ったという。別の男性も午後2時45分にサニーサイドレーンに駐車している薄い青色をした1959年モデルの 高度のセダンを見ていた。キッチンの血痕の一部証拠の一つである血痕は、そこかしこにあったが、そこから何が起こったのかを推理することは難しかった。大きな血液のシミができているのは、キッチンの壁と床だった。電話にも、いくら価値がついていた。指紋が残った血痕も3箇所あったが、ジョーンは失踪しているため、比較や同定の対象が存在しなかった。 それから、ペーパータオル一巻きが床に転がっていた。血痕を拭うために使われていたが、これはおそらくとっさの思いつきによる行動だった。さらに、床にはデイビッドが着るカバーオールと下着のセットがあった。どちらにも血の跡があり、おそらくは血痕を消そうとして、どこかを拭いた時についたものだった。カバーオールは床に押し付けられたようにも見え、 重いものがしばらくその上にあったかのようであった。警察が後に語ったところでは、キッチンの結婚は特っくみ合いの結果できたものである。可能性もあるが、誰かがふらきながら動き回り、怪我をしても、自力で歩こうとした痕跡と考える方が矛盾が少ないと考えられた。結婚が見つかったのは、キッチンだけではなかったどころか、例えば家の外からも見つかったことが、話を複雑にしていた。 家の中で言えば、18インチ幅にしての血液の跡が、階段の一段目にあった。階段の一番上の段には、同じ大きさの血痕が二つ、主寝室からは八つ、子供部屋の窓のそばから一つの血痕が見つかっていた。キッチンから、外の敷地まで、また別の地の跡があった。ジョーンの車のところでその跡は、途切れていて、車にも三箇所に血痕があった。 右のリアフェンダー、フロントラス寄りのボンネットの左側、後ろのトランクのちょうど中心の3箇所である。最後の一つは、その解釈が特に難しく、捜査官の頭を悩ませた。階段、キッチン、外の敷地。流血が家のどこで始まったのかを確定させるのは不可能に思われた。どの説であっても、証拠をもとにもっともらしく論じることが可能だったからで。 ある。そして、ジョーンが自力で家を出て行ったのか、誰かを伴っていたのか、それとも意師に反して、誰かに連れ去られたのかという問題も、また未解決であった。地の跡が、外の指導のところで終わっていたということは、彼女がそこで別の車に乗ったことを示唆しているが、やはり確かなことではなかった。家から見つかっていないものもまた示唆的であった。キッチンの床には、 大きな血痕があり誰かが家中を動き回った形跡があるのに血のついた足跡は全くなかったのである。誰が歩き回ったにせよ、その人間は極めて慎重であったか大いに幸運であったかのいずれかということになる。血液型はアメリカで最も一般的な大型であり、ジョーンもそれが自分の血液型だということは知っていた。さらに、 州警察の科学捜査班の分析から大怪我を連想させるような部屋の状況に反して流れた血は全部で240ミリリットル程度に過ぎないことが分かった。これでは怪我が生死に関わるものであったはずがない。ジョーン・リッシュの失踪を受けて地元市であるフレンチビューアーの記者サリーン・ガーソンは町の公立図書館で類似事件を調べてそこに共通する背景を探ろうとした。 その中で、ガーソンが目を留めた一冊の本が、宗教家であるブリガム・ヤングの27番目の妻が起こした偽の失踪事件を扱うものであった。そしてガーソンは、失踪事件の1ヶ月前にあたる9月に、ジョーン・リッシュがこの本を借りていたことに気がついた。さらに今回の事件と同じように、結婚と血のついたタオルを残して失踪した女性を、 紹介している本があったが、この本にも貸し出しカードに、ジョーンの署名があることを、ガーソンは発見した。ガーソンは、この発見を新聞で取り上げて記事にした。図書館のボランティア職員たちが、さらに記録をたどったところ、ジョーン・リッシュは、図書館の常連であり、1961年の夏が、終わるまでに25冊の本を借りていた。その多くが殺人か 失踪事件に関するものだった。このことを根拠に、ガーソンのグループは、ジョーン・リッシュの失踪は、彼女の自作自演と考えた。つまり、彼女は部屋を犯罪現場のように演出し、自らの意思で失踪したのだと考えるのがごく、自然だということである。夫であるマーティン・リッシュ、郵便配達人、牛乳の宅配ドライバーのいずれも、ジョーンの失踪した時間に、アリバイが成立した。 警察はイーストウォルポールのロバート・フォスターという男を容疑者として捜査を行った。事件に先立つ1959年に連邦議会は立ッ家のあるエリアをミニットマン国立歴史公園に指定したのだが、これはアメリカ独立戦争の契機となったとされる1775年の歴史ントンコンコードの戦いでイギリス軍がボストンから行進した時に取ったルートの 歴史的意義を高く評価するものであった。そのためこの計画によれば、対象となったエリアを用地として取得するとともに、そこで1775年以降に建設された、あらゆる建造物を解体して、歴史上実在した景観に修復することになっていた。ホスターは、アメリカ国立公園局の購買代理業者であり、このプロジェクトを住民に、 説明のするためにこのエリアの家々を訪ねていたので、ある。失踪から一週間後に、彼から事情聴取した州警察の捜査員によれば、家を訪問してきた彼と話をした女性の中には、善意につけ込んで長居をされたと感じる人もいた。記録によれば、確かにホスターは失踪の1ヶ月前の9月25日に、リッシュの家を訪問していた。ジョン・リッシュが失踪した日について、 ホスターは午後1時頃は上司と一緒にランチを食べていたと証言した。午後3時には不動産鑑定士に会うために林間地区に戻ってきたという。上司も同じように証言し、歴史公園の設立に向けて一緒に仕事をしている民間のエンジニア二人が午後3時には一緒に事務所にいたと証言したことについてもその正確性を受け負った。州警察や自治体からだけでなく、 ボストンレコードアメリカン紙からも事件の解決につながる情報への報奨金が提供された。この新聞社は1962年の最初の週にこの事件に関して大量の記事を掲載していた。しかし有力な手がかりはなく捜査は進展を見せなかった。後にこの事件が起こった地域で死体が見つかったが、これはジョーン・リッシュのものではなかったことが確認された。 マーティン・リッシュは事件後も同じ家に住み続け子供たちを育てた。彼は妻の失踪宣告をせず法的に死亡した状態に置こうとはしなかった。1975年にはアメリカ国立公園局が整備計画に基づいてリッシュ家など付近の不動産を買い取りリッシュの家も歴シントンに移設した。マーティン・リッシュは近所の家に引っ越した。 オールドベッドフォードロードの先にはこの家が今もあるが車両は通行止めになっている。マーティン・リッシュは2009年に亡くなった。結局最初の捜査から新たな証拠が見つかることはなくジョーン・リッシュの行動についても事件そのものについてもあらゆる説が宙づりになっていた。図書館の貸し出し記録や彼女の辛い過去はこの失踪が彼女の自作自演であるというガーソンの 説さえ最もらしいものにしていた。しかし、彼女の大学の友人であるモートンは、田舎の主婦としての生き方にとても満足していたジョーンが、そんなことをするとは思えないと語っている。私が思うに、ジョーンは、ほぼ確実に亡くなっていますと1996年に、モートンは、ボストングローブ氏に語った。彼女は、自分から家族を見捨てるようなことはしないと思いますよ。 ジョーンに似た女性が道を歩いていたという目撃報告があるため彼女が事故にあって亡くなったのではないかという説も考えられる。1990年代には捜査員の一人が彼女はさまよい歩いているうちに建設中だった修道128号にあったピットに落ちたのではないかという考えを持っていた。その場合、自力で助かることは おそらく不可能だし、道路が完成すればそのまま埋葬されるようなものである。マーティン・リッシュはその後この事件についてほとんど語らなかった。ある時たまたま、ボストングローブ氏のインタビューに応じたマーティンは、妻がまだ生きていると思うと語った。おそらくは記憶喪失のような症状か、精神的な衰弱を抱えていて、家に帰る方法がわからなくなったというのが、マーティンの考えだった。 しかし彼女には精神疾患の既用歴はなく、家族にもそうした症状を持つ者はいなかった。レオ・アルジオはこの事件を追い続け、1970年に警察を退職してからも解決を諦めなかった。彼がボストングローブに語ったところでは、この事件は彼にとって喉に刺さった小骨のようなものだった。アルジオもこの事件の真相については持論を持っていたが、 それを話すことはあまり好まなかった。自分はね、遺体か骨か、ともかく何かが見つかると思うんですよ。そうすれば事態は急展開だ。人間が、跡形もなく消えるなんてことはありませんよ、とルジオは言った。その彼も2009年に亡くなり、事件に最初から関わった、捜査員は一人もいなくなった。ありがとうございます。